こんにちは、タロタロです。バルファルクを100体討伐し、なんとか猫カジバで通せるくらいまで理解が進んできたので、今回の動画ではバルファルクのモーションを一つ一つ見ながら、立ちトロでどういう風に立ち回っていくかについて話そうと思います。今回は今までのようなモーション解説に加えて、それぞれのモーションごとの個人的なポイントについてもまとめてみました。モーションごとにチャプターに分けてると思うので、よければ気になるモーションだけでも見ていってください。それでは早速見ていきましょう。最初は方向です。最初に気づかれた時と怒りに移行した時にやってきます。通常状態から赤くなったら方向に気をつけます。バルファルクの方向はかなり遅めで、顔を一回下に下げたのを見てから居合を取ると取りやすいかなと個人的には思ってます。この方向には2つのポイントがあると思っています。1つは開幕の方向に対して抜刀2連、居合、無双斬りで2ゲージ回収できることです。個人的には気づかれてない時に横から殴りかかって抜刀2連と突き1個を当てるとゲージが安定して足りると思っています。そして怒り以降の時の方向は居合抜刀鬼陣斬りでゲージを回収した後に兜割りが安定して間に合うのでチャンスです。次は噛みつきです。片足を上げ、上体を少し上げるのが予備動作になっていて、体と交差するタイミングで攻撃判定があります。比較的攻撃の持続時間が長いので、居合は比較的どのタイミングでも成功しやすいです。例えばこのテイクだと噛みつきを食らった上でその後に居合抜刀鬼陣が成功しています。なので個人的には隆起活性のようなダメージをもらいたい時はあえて遅らせて居合をするようにしていて、ダメージを食らいたくない時や頭を狙いたい時は少し早めに居合をするように意識しています。次は2連続噛みつきです。先ほどの噛みつきよりも顔を横に向け溜めが長いのが特徴で、上昇する腕や顔に注目して居合のタイミングを測っています。ただしこの攻撃は距離によって居合のタイミングがかなり変わっていて、少し離れている場合は2回目の噛みつきのタイミングに居合を合わせるように意識しています。また双竜の糸が絡まっている時は特に注意で、1回目の攻撃をカウンターしても2回目の攻撃に当たることがあります。なので糸に絡まれている時はできるだけカウンターの後に攻撃が当たらない位置に移動するのを意識してカウンターしています。次は飛びつき攻撃です。少し遠くで立ち回っている時にやってくるモーションですが、僕は100体勝った中で 2,3 回しか見ませんでした。要領としては噛みつきと同様のタイミングでカウンターをしてあげるといいと思います。次は翼叩きつけです。相手の後ろにいる時によくやってきます。またこのように少し小走りの後にやってくる場合もあります。ジェットを出しながら片腕を少し上げるのが予備動作になっていて、その腕を回転させて地面に叩きつけてきます。なので自分は高く上げた腕に注目して、その腕が振り始めたタイミングを測って居合のボタンを押すように意識しています。そしてこの攻撃は怒り状態だと2回連続でやってくること、そしてこの攻撃の後には兜割りを狙えるのがポイントです。さらにバルファルクが隆起を吸い込んでいる状態の時は、叩きつけた地面の横に爆発が発生するのでさらに注意が必要です。そして2回連続で叩きつけてくるモーションに関しては、1回目の攻撃を居合した後に水月で捌くか、居合した後に2回目の叩きつけに対して回避行動で避けるかのどちらかを考えています。ただし1回目の居合が相手の弱点に当たってしまうとヒットストップが発生して回避の方は間に合わなくなるので注意が必要です。ただし居合した後の位置を考えることで安定して回避が間に合うので、これに関しては次のモーションと合わせて紹介します。それでは次は腕払い攻撃からの翼叩きつけコンボについてです。この腕攻撃はかなり素早く、腕を上げたと思ったらすぐに攻撃してきます。そしてこの後は必ず翼叩きつけに派生するので注意が必要です。この2連コンボをさばくための方法をいくつか紹介します。1つはお手に見切りを合わせ、その後納刀した後に居合を決めること。そして次はお手に居合を決めた後に水月を構えること。次はお手に居合を合わせた後に回避で避けること。そして最後はバルファルクを2分台で討伐するめちゃくちゃうまい立ち使いのフーさんに教えてもらったんですが、居合の後に納刀でも避けることができます。いろんな避け方を紹介しましたが、お手に対して居合をした後に安定して避けるために最も大切なことは、正面に向かって居合して相手の股下に潜り込むことだと思っています。こちらは居合後の位置で比較してみたものになります。左は居合後また下に行っていて、右は正面に位置しているのがわかるかと思います。そしてこの後のお手の着弾位置に注目してみると、
若干ですが、また下にいた時だとハンターの少し前に着弾しているのがわかるかと思います。この攻撃を安定してさばけるようになると、この後に兜割りのチャンスがあるので、ぜひ練習したいモーションです。ただしこの攻撃はこれでは終わりません。怒り状態の時は先ほどと同じく2回連続で翼叩きつけをしてきます。これを正確にさばくには、これまでの応用とアドリブ力が大事になるかと思いますが、基本的には腕攻撃に対して股下を狙って居合をして回避をするというのを僕は第一に考えています。地形や状況によって 100% 回避できるとは言えないんですが、僕はかなり高確率でかわすことができました。他の例だと、最初の腕攻撃が当たらずに居合で待ち構えられた場合は2連翼叩きつけと同様に避けることができます。そしてこれは最初の腕攻撃を見切りでかわして即納刀、そして居合から水月でさばいた場合になります。そして隆起状態の時は爆発まで合わせて4コンボ続くことがあるので、最後の水月からさらに納刀して居合抜刀基準を当てたりします。あとは最初の居合で潜り込むのに失敗した場合は、2回目で水月を混ぜて即納刀から居合というのも選択肢に入ると思います。あとは先ほど紹介した居合からの納刀も、風さん曰くかなり高確率で避けることができたみたいなので、居合で後ろに抜けるのを意識してやってみるといいと思います。かなり難易度の高いコンボだと思いますが、この攻撃の後はかなり長い兜割りのチャンスなので、なんとか生き残って兜割りを当てていきたいです。次は翼ひっかきです。腕攻撃のような予備動作ですが、広げた翼からジェットが出て上に大きく構えるのが特徴になっています。自分は特に翼に注目して居合のタイミングを測っています。腕から一歩遅れて翼が来るので、慣れるまではタイミングが測りづらいですが、正面に対してかなり広く攻撃してくるので、カウンターでいなして攻撃を当てていきたいです。居合自体はできれば翼と逆の方向を狙うと、攻撃後の頭や翼を狙いやすいかと思います。次は2連続翼プレスです。広げた翼で2連続で押しつぶしてきて、隆起中は最後に爆発もあります。このモーションの予備動作は先ほどの腕払いとかなり類似しています。違いは翼を開いているか開いてないかで、翼を開いている場合はプレスの攻撃をしてきます。プレスに対して居合を合わせるためにタイミングを覚えるのが一番だと思いますが、タイミングを合わせるためにプレス攻撃の前の腕攻撃を目印にすると、個人的には居合のタイミングが測りやすいかなと思っています。そしてこの攻撃は少し短いですが、攻撃の後に兜割りのチャンスもあるので、積極的に狙っていきたいポイントです。次は2連続翼突き刺し攻撃です。片方の翼を大きく引くのが特徴的な予備動作で、引いた翼を突き刺してくるときに翼に向かって居合すると攻撃が成功しやすいです。そして2撃目の突き刺しに当たらないように、1回目の突き刺しの方向に居合しつつ、できるだけ懐に潜り込むように居合をすると、2撃目に当たるリスクを低く抑えられるかと思います。しかしある程度距離があると2撃目にかなり当たりやすいので、この場合は翼の突き刺しと逆方向に回避行動を2連続で入れてあげるか、虫が溜まっている場合は居合からの水月も選択肢に入ると思います。次は翼突き刺しからの回転攻撃です。この攻撃の後は威嚇が入るので攻撃チャンスがあります。この攻撃は先ほどの突き刺しと同じように居合をしてしまうと、回転の出始めに当たってしまいます。見分けるために一つ特徴的なのが、このように少し走った後に突き刺し攻撃をしてきたときは必ず回転攻撃に派生します。なので自分はこの少し走る動作を見たら、一旦居合を抜刀攻撃で解除して様子を見て、突き刺しの予備動作が入ったら一旦突き刺しと逆方向に見切り切り、そして特殊納刀で構え、回転してくる翼のタイミングに合わせて落ち着いて居合をするように意識しています。また回転攻撃に対してのカウンターは距離によって少しタイミングが変わります。だいたい突き刺した翼の半分より手前くらいにいると、回転し始めには当たらず回転し終わりのところで居合を合わせます。一方で少し近い位置で居合をして待ってしまうと、回転をし始めた瞬間に当たってしまうので、1周目での居合を意識しています。またもし1回目に居合を合わせた場合は、回転攻撃に居合を合わせる要領でフレーム回避をしてあげるか、最終手段として回避のためだけに居合から水月の構えを使うというのもありだと思います。この攻撃もかなり難しいですが、もし綺麗にさばけたらその後に兜割りのチャンスが待ってるので、
できるだけ練習して攻撃チャンスにつなげていきたいです。次は空中ダイブ攻撃です。一度空に飛んだ後こちら側に飛び込んできて、着地の後正面に縦方向の爆発を起こします。また最後の爆発に関しては着地攻撃をした後にズサーと移動してその後に発生させてくる場合もありました。攻撃の後は兜割りのチャンスです。ダイブしてくるときに居合を狙いますが、タイミングとしては開いているジェットが後ろを向いた直後に居合を押すことを意識しています。かなり素早いのである程度の慣れが必要だと思います。また居合の方向に関しては前と後ろどっちも試しましたが、後ろだとその後の爆発に当たってしまう確率が高かったので、最終的には前を向いて居合抜刀鬼陣を当てるように意識しています。この攻撃に対して居合抜刀鬼陣斬りを当てられるとかっこいい上にゲージが溜まって流れるように兜割りにつなげられるので、かなりチャンスだと思ってます。ただしズサーと滑る場合はその後の地面の爆発を避ける必要があるので注意が必要です。次は空に飛んでから地面に着地し正面に爆発を発生させる攻撃です。先ほどのダイブと飛び姿が似てるのでどっちを攻撃してくるか分かりにくいんですが、よく見ると左の空中ダイブに比べて右の正面爆破の方が飛んでる高さが低いことが分かるかと思います。あとは正面爆破の方がより上下に揺れることが分かるかなと思います。もしこれに対して居合合わせる場合はこの動画では後ろを向いてしまっているんですが、空中ダイブと同様に前を向いて居合を構え、バルファルクが地上に着いた直後に居合を狙うと成功しやすいと思っています。次は突進です。少し後ろに下がった後に姿勢を構えるのが予備動作になっていて、斜めに上げた翼が水平になった後に突進してくるのが特徴です。この攻撃は通常時は突進した後に自由行動になる場合が多いんですが、バルファルクが怒り状態の時は一度突進した後に着地し再度突進を構えてくる場合があるので、そのためにもう一度居合を構えたりしています。同様に突進から空中ダイブに派生する場合もあるので、その場合は正面を向いて居合を返しています。次は宙返り竜攻撃です。空中で1回転しながら横一列に竜攻撃をしてきます。通常時はそのまま威嚇が入ります。突然ハンターの後ろに走り始め軽やかにジャンプしたらこの攻撃が来るので、ちょうど頭が真下を向くくらいのタイミングで居合をすると合わせやすいかと思っています。そしてこの攻撃は怒り状態の時はくるっと回った後に着地してそのまま突進に派生してきます。こちらの場合も終わった後に威嚇が入るので兜割りを狙えるチャンスになります。次は正面爆破攻撃です。翼に力を貯めた後に正面に爆発を発生させます。顔を小刻みに振りながら翼がチャージされるのが特徴になっていて、前足に注目して上がった直後ら辺を狙って居合をしています。この攻撃は居合してもあまり当たることがなく、また攻撃後の隙も少ないので居合で攻撃をいなした後はすぐに居合して次の行動に待ち構えています。次は地上縦連爆破攻撃です。やってることは空中ダイブの後の縦連爆破と同じです。予備動作は先ほどの正面爆破と同じですが、どうやら翼が赤い時は地面爆破、翼が赤くない時は正面爆破をしてくるように思います。どちらにしろ距離を空けられるので前に詰めるのが安定すると思います。次は真下爆発です。前足を高く上げ真下を向いているのが特徴的で、直後真下に爆発が発生して威嚇が入ります。足を構えた後は爆発する前に顔がちょっと動くので、その動作を頼りに居合のタイミングを測っています。またこの攻撃が終わった後に威嚇ではなく正面爆破攻撃に派生する場合があります。基本的に真下爆発に対しての居合で相手の懐に飛び込んでいれば正面爆発の懐に入れるので、その後来る威嚇に対して兜割りを当てるように意識しています。次は遠距離から竜属性の弾を飛ばしてくる攻撃です。翼を広げている状態の時にやってきて、弾は着弾した後にその場所が爆発します。主に遠くにいる時にやってくる攻撃で、正直太刀だとあまりやることがないので回転して起きています。そして次は空中から竜属性の弾を飛ばしてくる攻撃です。こちらは高さ的には空中ダイブくらい高く飛んで、先ほどと同様地面についたら爆発する弾を飛ばしてきます。こちらも特にやれることはないので回避に専念しています。次はビームです。翼を前に構えた後に正面に極太のビームを出し、そのビームを下から上に上げるのと同時に地面に爆発が発生します。一応ビームとその後地面から発生する爆発を連続して居合抜刀鬼陣を当てることは可能ですが、距離的に2回目の居合は当たらないのでこれは見せプレイになります。
ビームに対しての居合は翼を地面につけてからの時間を覚えて感覚で合わせています。そして現実的には居合を斜め方向に対して行って直後の地面の爆発から抜けるのが安定します。この後は必ず威嚇が入るので兜割りのチャンスになります。次は隆起を吸収するモーションです。顔を上に上げ、胸が赤く光っている時は胸が弱点になります。この状態の時に一定ダメージを与えることで大ダウンを奪うことができるので積極的に攻撃したいモーションです。ただし太刀で胸を狙うのは超絶難しいです。基本的に水平方向の攻撃はお腹や腕に吸われてしまい、兜割りなどの大技は当たる前に胸が閉じてしまうので、僕は鬼神斬りや切り下がりなどのちょっと斜めからの攻撃を多用するようにしています。そしてもし1回目の吸収で破壊できなくても、一定時間が経った後にもう一度やってきて、その時はより少ないダメージで破壊することができます。ちなみにこのダウンは胸以外の攻撃でもダウンが取れたので、おそらく累計ダメージなのかと思います。そしてこの攻撃は次に紹介する襲撃の後にやってくる可能性がかなり高かったです。なので襲撃の前の一定時間に吸収をしていない時は吸収が来るのを意識して胸を狙うようにしています。次は必殺技の襲撃です。離陸体勢になった後に離陸する瞬間に攻撃判定があります。そしてその後は空を飛ぶのでターゲットカメラで光を追うようにしています。最後はその場でぐるっと円を描いた後に地上に向かって超高速で突撃してきます。この後は確定で威嚇が入るので兜割りのチャンスです。離陸の時の居合タイミングは離陸直前に翼をクイッと下ろすのに反応して居合をするようにしています。ただどちらにしろ居合は当たらないので無理にする必要はないと思います。そして襲撃の着地タイミングの居合はぐるっと回るのをターゲットカメラで追いながら最後加速して一周回るのを身構えて待っておきます。ただし襲撃は突進してくるバルファルク自体とその後地面から発生する爆発の2つに判定があり、この場合は突進に対して居合は成功しましたが爆発に当たってしまいました。なのでこの攻撃に対する居合はかなり難易度が高いとは思うんですが、個人的には居合をできるだけ遅らせてバルファルクが着地するタイミングを狙って居合するとそこそこ成功率が高いと思っています。しっかりと空を飛んでる時に見失わないこととギリギリまで居合を我慢することに気をつければ、この攻撃でゲージ回収も行うことができて、その後に兜割りを安定して入れることができるのでチャンス攻撃になります。成功するとかなりかっこいいのでぜひとも練習したいと思っています。最後におまけで横ひるみについてです。バルファルクのひるみは何種類かあるんですが、このような横方向へのひるみはかなりひるみの時間が長いです。なのでこの横方向のひるみは兜割りなどを積極的に狙えるチャンスになります。それでは最後までご視聴お疲れ様でした。バルファルクはかなり難易度の高いモンスターで、それに比例してかなり説明も長くなってしまいましたが、僕が今までに得た知識をほぼ全てこの動画に込めました。もしこの動画が参考になりましたら SNS などで感想などをシェアしていただけたら嬉しいです。これからも他のモンスターを納得するまで研究できたら、今回のようなモーション解説動画を上げていこうと思っています。もし興味がありましたらまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。